スペインのカトリック教会の修道女、聖人、聖心事情修道会の創立者。ラファエラ・マリアは、スペイン南部、コルドバ郊外の村、ペドロ・アバド一帯を所有する、王子主ポラス家の十番目の子供として生まれ、父、イルデ・フォンソは、村民から親しまれた人物であったが当時流行した、これらに感染し死去、母ラファエラ・アイリオンは残された十三人の子供を、育ていったが、 相次いで亡くなり、その母も1869年2月8日、心臓発作で死去。その間ラファイラは15歳の時、生涯を神に捧げる決心をする。母の死の前後、兄二人は結婚して、家を出てラファイラは四つ上の姉ドローレスと共に残り、社交界に出入りする者、貧しい人や病人を世話したりして、信仰生活を支えた。1871年、 新しい司祭補正ラが赴任し、ラファエラ、ドローレスら姉妹を指導し、1873年、お互いの証明を確認し修道院に入る決心を、四股京を離れ、様々な屈折を経て1875年、コレドバで、新しい修道生活を、開始、1877年、マドリードで正式に、精神事情修道会を、創立、姉ドローレスと共に、 修道会を支え多くの修道場を育成、教育に携わった。しかし、修道会内のトラブルにより姉との中に亀裂が入り、ラファイラは、早朝職を辞任。ご半生は一修道場として、掃除、裁縫、厨房等の仕事に従事し、後に、早朝職を追われた姉とローレスと和解し1925年1月6日、ローマの修道院で起点。 万年人知れずに隠れた生活を送ったラファイラ・ポラスは1952年5月18日、ローマ教皇ピウス12世により、劣福され、1977年1月23日、ローマ教皇パウロ6世により、劣勢された。ありがとうございます。